午後7時兄、智之さんに抱かれ生まれ故郷東村山市に戻った志村けんさん。感染予防のため病院では棺を見送るだけで葬儀場にも入れず顔を見ることはかなわなかったといいます。今回のね、参照するって言われないから、やむを得ないですよ、本当に。残念です。お母さんに一応声はかけたんですよ、棺の時に。よく頑張ったね。テレビとかね、いろんな放送でね、もう結構、まあ、皆さん見てもらえばね、本当にね、感染すると怖いってことをね、自覚を持ってもらいたいね。志村さん市では地元のシンボルとして親しまれている志村けんの木のそばに献花台が設置されました。大好きなけんさん、心からありがとう。天国に行っても大好きです。志村さんの好きだったお酒やメッセージを手に、子どもたちからお年寄りまで世代を問わず献花に訪れる人が後を絶ちませんでした。笑いのために生まれてきたような方じゃないですか。非常に残念ですけど、感謝の気持ちでいっぱいです。子どもの頃からすごいずっとたくさん笑わせてもらった特別な存在だったので、すごいありがとうっていう気持ちと、すごい寂しいんですけど、感謝の気持ちでやってきました。娘たちも大好きで、どんな人の結婚したいのって聞いたら、いつもけんちゃんと結婚するってずっと言ってて、辛い時とかも笑顔とかをくれたので、すごい感謝の気持ちでありがとうって伝えられました。志村さんへの思いは芸能界からも。女優の大竹しのぶさんは笑顔のツーショット写真を自身のインスタグラムに投稿。番組で共演した際の思い出を明かしました。なんて素敵で優しくてシャイで魅力的なお人柄に感動して、収録後にご挨拶に行き写真を撮っていただきました。もっともっとお話ししたいと思った方でした。悲しいです。そして小島瑠璃子さんは、芸能界に入って志村さんと一緒にお仕事ができて本当に幸せでした。また一緒に日本酒飲みたかったです。笑いと笑顔を届けた志村さんへのありがとうが日本中から寄せられています。